競馬大学競走ネイテリー中山3歳新馬戦芝 5600m16 頭で襲われます。1コーナーの地点からのスタートです。セブラ強化デビュー戦16頭の枠入りが始まっています。まずは奇数番号の各枠5番のレッドカロスが少しうるさい静さ、後ろにしゃがってさあもう一度ゲートへと誘導を受けます。ようやく課題を収めました。続いて3番の田中ケアリング奇数番の各馬の枠入りです。7番のウィンゲクレールが向かいます。ゲートの後ろ少し立ち止まりましたが促されて今ゲートに収まりました。奇数番号の各馬場対応を収めて偶数番号の各馬8番のキャミ14番のマダムアグリレと向かいます。6番の高速ブラック枠入りが順調に進んで最後16番バトルオーラが向かいます。16番ゲートスムーズに収まって全馬ゲートの中スタートしました。さあ先行争い11番アレナリアが大きく遅れました。好スタートは2番のオーオーノーサイドリードを2馬身と広げていきますがそこから16番のバトルオーラそれに迫っていきます。少々2馬身差7番のウィンゲクレールが3番手あとは1馬身3番タマオペアリング9番のサトノクリエールさらにその外からある13番のサトノニティでこれから向こう上であとは3馬身14番マナブアドミレ1馬身5番のレッドカロス1馬身外は15番のレッドツクバ1馬身内から8番キャンがいきます。3馬身中間から後ろ12番ストレッドイーブ内から6番高速グラフで2馬身内定10番トゥレッドグラフ1馬身1番のツイントライあとは2馬身11番アレナリア3馬身最4番ダークダブルという体系各馬第3コーナーのカーブに入りますが角を切って先頭2番の方向ノーサイドと並んでいく16番のバンネルオーラ前2頭です。後ろは2馬身3回戦3番のタマホケアバックの追走3人コーナー13コーナー追加7番のウィンエクレールは少し並んで6角を追加2馬身3球番のサトフリエール外は13番のサトフィニティここも2頭並んで第4コーナーのカーブあとは3コーナー14番のマダムアドミレそこから上がる10番レッドツクバで第4コーナーのリオを選手追加さあ前は2頭並んで初戦へ先頭を待って16番のバトルオーラこの2人出してたまに連携が3までI'm sorry.